してるんですか？チーム内ですか？はい、あ、チーム内でね、うん、いや、まあピッチャー陣みんな仲いいんで。そうですね、はい、うん、はい、まあ特に中継ぎはもう結構一塊でご飯行ったりしますね、はい、まあやっぱ平野さん、はい、一番仲いいんじゃないですかね。あ、まあ本当ピッチャー、まあ野手とピッチャーって練習メニューとかも行動のパターンも違うんでね、はい、なかなかあれですけどもね。また平野さんが、はい、なんかどうやら島田秀平さんに占ってもらって、はい、一人になっちゃダメだよって言われたんですって。そう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 、だから僕に楓俺を一人にするなよってずっと言うんですよ。なるほどね。その僕取材の時一緒にいたんですけどもね、うん、あんまり占いは信じないみたいな感じでは。いや、めっちゃ信じましたよ。あ、そうですか。実はめっちゃ気にしてたんですね。なんか行っていい神社も言われたみたいな。そう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 、ずっと行こう言われるんですよ。一緒に行ってあげてください、本当に。いや、僕ダメなとこかもしれないんで嫌ですって。あ、そうなの。なんかね、すごい取材の時クールにね、あ、そうなんですか、あ、そうなんですかって感じで占いを受け止めていたんですよ。実はめっちゃメモってますよ。本当ですか。それ誘われるんですね、はい、ね、そう、ブルペン陣も仲いいですもんね、本当にね、皆さんね。いいですね、ね、まあ、うん、チームみんな仲いい、はい、はい、ということです。はい、一人にしないであげてくださいね、平野さんをね。そうですね、はい、今日今寂しがってるんですよ。今いないから。そう、洋楽、まあ日本の曲も聴きます、洋楽も聴きます、はい、なんか YouTube で移動中とか探して聴いたりしてます。いいですか、あれ皆さん結構自分でねリクエストされてね。そうですね、自分で探して決めてる人が多いですね、はい、そうなんですよ。全然興味を示さないのがモレルで、汎用バンジョで25年前に DJ 木村が作った打ち込んで作った音楽そのまま使ってますよ、はい、全く興味なしということでした。まあでもこだわる人いますもんね、やっぱりね。この間大城なんか流れてませんでした？流れてます。あれ大城決めたんですか？あれ大城くんのリクエストです。あ、そうなんだ、うん、そうなんです、はい、まあ沖縄っぽいでしょ。いや、まあ沖縄だし、そのままですもんね、はい、そのままやな、そのままなんです。そう、本人、僕もリクエスト出そう聞いたらそう言ってましたよ、うん、はいはい。ああ、そうですね、やっぱ集中力のこう持っていき方っていうのが一番ですね、僕は、うん、まあ、先発とまた違いますもんね、マウンドに上がるときの気持ちがね。まあ、1イニングでガッていく中継ぎってそうなんですけど、うん、やっぱそこでもう一回入れ直すっていうのは難しい作業なので、うん、ね、そこをこう自分のルーティンをいろいろ作って、はいはい、やってます。そうですね、ピンチ、特にランナー、まあ、背負った場面で行くこともあるじゃないですか、はい、そこを抑えて帰ってきてまた次の回行くっていうのはまた気持ちのね、これ作り方が難しいですよ ね。いや、それは一番難しいです ね。そうですよね、はい、まあ本当中継ぎって大変ですよね。まあ、まあ、ね、それも大変なんですけど、うん、はい、まあ、調整の仕方っていうか、投げなくてもブルペンで肩作るじゃないですか、はい、ね、実際にマウンドに上がらなくてもね、まあ、うん、はい、嫌なことの方が多いです、ね、そうですね、本当大変な仕事だと思います。